今ご覧いただいているのがこの秋の新色、新作の色無地です。やっぱりね、お茶の方、こう花房のあらゆる色無地、本当に便利にしていただけると思います。地紋もまあこう見えるかな、こういろいろな紋衣装ちりめん地紋をご用意しまして、お色目もたくさんに、染めましたね。全部で今100種類ぐらいあるんですかね、100種類ぐらいあります。例えばこの4色は同じなんだけれども、地紋が一つずつ違う、まずピンク系もこの桜色とこのちょっとね、紅富士のようなお色と、このピンク系薄富士、ちょっと濃い色、この一番下の方はこの紫のグラデーションの濃いものなどが入っています。こちらの方は藍白ブルー系ですね、水色を中心としまして、染めてあります。やっぱりいろいろなね地紋が、こちらは緑系、白鹿、裏葉柳、そういったようなお色目が揃っています。こちら茶系とかオリーブグリーンのようなお色ね、口灰色っていうんですかね、そういうような色目が揃っています。こちらは、黄色系の色ですね。もう本当にとても綺麗な黄色い、もう卵クリームのようなお色もあれば、少しくすんだ、ベージュ系のものも揃えてあります。これは薄あんず系の色がここら辺は揃っています。グレーとかこの、ちょっと黄土色のような色とかグレー系、ここに入ってますね。こちらは白茶系のバリエーション、ちょっと灰白だったりとかね、グリーンがかったグレー系のお色目など揃っています。はい、こんな感じで全部で、全部 100種類ぐらいですかね、ここにご用意があります。はい、こんにちは。花房ではまたね、秋の新作発表といたしまして、現在はつけ帯の会をやっているんですけれども、来週12日から17日の週は色無地と手ぼかしの、裾ぼかしのつけ下げの会をさせていただきます。この色無地、私はね、この檜垣、この檜垣地紋で藍白のものを、作っていますね。同じのもあるのかな、同じのもご用意があります。こちらで、お仕立て代も含めて税金も含めて11万円、今ご紹介したのはその全て11万円のお値段がついた色無地です。これにね、ご問題、紋を入れる、抜き紋を入れるっていう人はプラス1万1000円なんですけれども、今回は半額クーポンをね、 LINE とかメールで登録していただいた方には、今週末にこの、ご案内と一緒に半額クーポンも入りますので、ご紋の1万1000円が半額になる、5500円になるというクーポンがつきますので、ぜひそれは使ってください。まあ、合わせにしていただいても、一重にしていただいてもいいよね。やっぱり色無地ってやっぱりお茶汚れるじゃないですか、まあ、お茶の方というか踊りの方もそうだけども、こう汚れ目が目立ちやすいのでね、この洗える と重宝だと思います。もう洗濯機でジャブジャブっと抹茶とか汚れがついてしまったら、そこはこう液体洗剤をたらって垂らしてぐしゅ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 ってやって洗濯機に入れてしまえばいいという、大変便利な花房の色無地、ここに100種類ほどご用意をして、
来週皆様方のご来店をお待ちしています。まあ、いつも言うようですけどね、初日とか、まあ、2日目くらいまではちょっとあまり混んじゃうと接客できなくなっちゃうのでね、こう一人ずついらしていただきたいので、まあ月曜日火曜日ぐらいは予約を入れておいてくださると助かるなと思っています。まあ、もう週中になるとね、今日みたいな日になると、まあまあそんなにご来店も 2,3 組ぐらいに減っているのでね、そしたら本当大丈夫なんだけど、その初日2日目だけご協力をくださいということで、私がこのね次は付け下げを紹介するんだけれどもね、ちょっと見てこれはこの帯、これ大王将って言うんですよ。大王将予告編でちらっと喋りましたけれども、天皇陛下のご座所 の後ろからね、皇族方がずらっと並ぶ時に、あの紫のここの大王将がピューッと立ってる屏風の前で、陛下がこう、勲章を授けてくださったりとか、まあ、いろいろで皇室関係で民間が使っていいと言われている数少ない柄の一つがこの大王将です。まあ、結構有名な柄なのでね、袋帯にしたりとか、付け下げの呪文になったりとか、いろいろある大王将ですけども、花房この度これを洗える名古屋帯にしました。締めていただきやすいようにね、普段でも締めていただきやすいように、この大王将を楽しんでいただくためにこれが作りました。これはその次の週19日の週からのお話です。そこはまた改めて、他にどんなものが、まあ、いろいろおったからね、洗える帯をね、どんなのがあるのっていうのも含めて、それはまた来週にインスタライブします。今ちょっとね、初めて締めたから嬉しくて皆さんに、ご紹介をしてしまいました。はい、じゃあ洗える、手ぼかしの付け下げというのをご紹介していきます。このね、手ぼかしの付け下げの特徴は、こういうふうにもう裾模様と、まあ、あとは両袖にあるだけ、お花とかそういうのが入っていなくて、いわゆる出ずいらずってやつだと思いますね。こう控えめ、出すぎず、出しゃばりすぎず、控えめすぎず、まあ、色無地、私はよくね、色無地以上付け下げ未満みたいな言い方をしますね。裾だけのね、もうとても上品な感じです。これが今山裾を、描きましたもの、これ2色ご用意しております。こちらは遠山を描きましたものをご用意しております。これもね、2色、そんなに今回たくさんは染めなかった、全部で12本染めました。お値段は税込みで198,000円、税込み、もちろんお仕立て代も込みよ、税込みお仕立て代込み198,000円のお値段がついて、はい、これが、まあいいよね、それもね、ライブだからね。こちらもこれは流水を描きました。こちらね、少しつまが高いんですよ。だから華やかみが、 いろんな柄の中でこれが一番華やかみがあるかな。少し若い方用にね、染めました。藍白と卵クリームと、それとこちらがピンク系のお色です。これは胸にはないの、胸にはなくって、袖だけね、外袖内袖にこれが同じようなのが入っています。そしてこれも流水を描きましたね。流水、模様、これはね、やっぱり一番ポピュラーというか、まあ人気高いだろうなと思って5色染めてあります。この象牙系の色、それからこれがグレー系、上品だね、上品な感じです。それとこちらがまあちょっと紫に映ってますけれども、まあそうね、濃い紫色です。それとこれが薄富士色、はい。それと最後にこのベージュ系シラ茶のような色、この5色を染めました。なかなかね、みんな上品で
出ずいらずという言葉がぴったりの使いやすいものになると思います。こちらもあの色無地同様門を入れる場合に半額クーポンがつきますので、また来週からの展示会12日からの、 あの月曜日始まりの、土曜日終わりですね、12日から17日までの展示会で、皆様をお待ちしております。今日見ていただいてありがとうございました。バイバイ。